尾の峰ねは、平安時代初期の苦行、文人。正意副将軍、尾の長美の三男。下には、十四以上、三義。官務長末に、剣衝撃、衝撃を務め、延暦二十五年平城天皇が即位して、神の神皇が、東宮に立つと、峰ねは、東宮昇進に転じた。大道四年、神の神皇の即位に伴う除位にて十七以上から、 一挙に七回昇進して、十五位下に除舎し、右小弁に任せられる。大同五年に発生した、クスコの変に際しては、片席のために五丁光竹と共に、大見国へ派遣されるとともに、大見助を兼ねた。後、内蔵頭、左馬頭を歴任し、公認四年十五以上に除せられる。公認六年、陸守に任せられると、 君べ小部一橋裏府修を基準させ、公認8年、佐賀天皇から賞賛の招職を受けている。また、在職中に、出羽国出羽国の口に、出羽国府を建てている。その後は、次部、大輔皇后グルイ部と教官を務めながら、公認10年生5位下、公認12年14位下と佐賀町末にかけて、順調に昇進し、公認13年参議権が在第二に任税られ、 国境に列した。太宰外にとして、太宰府に赴任中の公認14年公営殿の導入を兼義。翌天朝元年には、種国を大隅国に編入した。また、基金や、疫礼の際にうろをしのげず路傍で亡くなる考慮の病人を収容するための療養施設として、俗病院を建設している。この間の天朝3年中4以上に除せられる。 天朝5年下級長官兼業部教として教官に、福数が天朝7年4月19日即居。去年53。最終官位は議十四以上。一説では、出雲国造が新法を堅じる日に、長く、長道に立ったところ、病を発して死去したという。大道5年に、佐賀天皇が即位した際には自読を務めるなど監視に、優れ。 公認5年に成立した直線監視集である両運集の編纂に携わり、同集では佐賀天皇に次いで火曜と与都市と並んで2番目に多いの13種が再録されている。文化修霊集、渓谷集にも監視作品が収められており、東風に一時制としての峰森と表記した。同時代を生きた空海とは監視を通じた信仰があったとされる。また、 日本語機大意識の編纂に関わった。中記のないものは日本語機による。ありがとうございます。